まゆちゃんとそうなんて言うんだろう、まゆちゃんすごいしっかり者で引っ張ってくれるというか、しっかりしてるから、あとなんか一緒にいて落ち着く、そう合う気があるね。そうなんかいい意味でそんな気を使わないし。そうタイプが違うからそう逆にいいのかも。そう私とタイプ違うからそう逆に合うというかそうよいしょどうだろう。あ、できたかな。じゃあパザーッと無口なウサギと遅いけど、ちょっと重たいっぽいね。ねえ重たくない？なんで？あれ重たいね本当に。あ、切ったか。あ、いいかな。ありがとう。じゃキャリーちゃんさトイレできたら。あ、そうだね。トイレできてでそんで向かおうかな。あ、そうだね。もう時間も時間だから。あ、そうだね。もう6時間。1時間さ、1時間ぐらい入れるかなドッグカフェ。どこだったっけ？一応ね私は8時半の電車。そうだからもう8時前にはさっきの雷門のところまで行かないとね。余裕見てね。あれこれ私いけた。重たいね。重たいね。ちょっとトイレだね。いいよ。待ってるねじゃあ。よいしょ。いやドッグカフェ行きたいなって思って。もう時間がないね。重たいのやだな。乾燥したらキャリーちゃんの枠移動したいんだけどさ、乾燥終わったら大丈夫かな。これ柴犬カフェだったと思う確か。それかもう近くのどっかでお酒飲むのもあり、この浅草っぽいところで、そうその柴犬カフェ行きたいんだけど場所どこか誰か知りませんか。知らない？そうそう柴犬行こうか。しゅうちゃんに似てるし。中見世にあったっけな。ちょっと案内してもらおうかな誰かに。そう外にぬいぐるみ置いてあるところ。中見世通り。あんまりおすすめしない。まあじゃあ飲んでもいいしどっかで飲むかじゃん。なんかね配信の許可 OK だったからさあ、そうなんだ。狭いんだって。狭いんだ。あー、くるくるね、キャリーちゃんの枠くるくるなんだけど、やっぱ次枠しようかな。電波歩いた時でキャリーちゃんのダメだ、キャリーちゃんの幕、いや違う、ギャザリングでやってるね、キャリーちゃんね。あ、なっちゃんありがとう。キャリーちゃん電波悪いね。同時やってんだよ今。あ、テザリングか。あー、ギャザリング、あー、テザリング、うん、キャリーちゃんちょっと電波悪いかもしれない。あ、電波悪い、うん、あ、ほんと次枠やってもいい、やっぱり。あ、まゆちゃんやっていいよ、うん、なんか電波状況良くないとね。あ、そうだよね、うん。どう、治ったかな、うん、そっちでやってみるとかどう。そっちでやってみよう。そっちでやってみて、電波良かったら私このまま終わろうかな。あ、でも全然まゆちゃんもやってほしい。全然私がこっちできたとしても、うん、うん、一回じゃあ、うん、この端末で試して、うん、やってみて、とりあえずやるだけやってみて、うん、あ、そうそうそう、エンディ多分そうだと思う。こっちが熱い、点数が、一回これ切ってみてさ、うん、ちょっとじゃあ一回ちょっと取り直します。キャリーちゃん飲むか、飲む、あー、飲みたいな、うん、近くのどっか散策して、うん、飲んでみるのもある。そうだね、うちらの場所飲むか、あんまり評判良くないって。そう、なんかあんまりいいコメントなかったから、なんかどっかの浅草っぽいところでお酒飲んであれするか。え、浅草にそういう飲み屋街ってあるよね、どっか。ホッピー通りがあるんで、ホッピー通り。有名なんだ。うん。外で飲みたい。あ、どっちみちダメだって、6時閉店。6時なんだ。ホッピー通りはホッピー飲むんだ。ホッピーってあんま美味しくないよね。ね、知ってた、キャリーちゃん、浅草に遊園ちゃんの、そうなの、このな敷地内にあるんだよ。遊園地か。すごいね。花屋敷知らなかった。知らなかった茶葉屋敷で焼酎、あー、焼酎割りか。ホッピーって、あー、嫌い、嫌いだ。安いんだよね、そんで。じゃあ焼酎はあんまり。だってさ、ビールと焼酎を割るんだよ。あ、それは絶対まずい。ホッピーだよ、ホッピー。あ、それ私も無理だね。いや、知らない。浅草に来ることがまずないよね。びっくりした、びっくりした。ネズミ、ネズミだ。ネズミが今走ってた目の前。結構出なかったよね。どう？いけると思ったけど。いけそう。まあでもコピー通りが有名なんでしょ。あ、ちょっと待って。あ、間違った。あ、ちょっと待って。うん、画面が画面になってた。ありがとう。オッケーかな。オッケーかな。ジャバリングあ、多分こっちの。あ、いけそうだね。そうだね。じゃあ私は赤文字で終わろう。あ、まえちゃんもやってほしい。あ、全然いいよ。あ、本当になんかやって。なんで？いいよ。やってやって。あ、赤文字で。いいの？うん。いや、ホッピー飲まないかな。治った？どう？治りましたか？そうか、ケース入れてたらあれなのか。ちょっとホッピー通りってとこ向かってみよう。よいしょ、行ってみるか。あ、治った。治った、よかった。じゃあホッピー通り。ちょっと場所わかんないけど。行こう行こう。うん。じゃあホッピー通りでちょっとお酒飲もうか。そうだね、赤文字終わったらキャリーちゃん枠移動でお願いします。わかんない、わかんないんだけど、どこだ。私わかんないな。今日金曜日だ。なんか映えエリアを探して、そこでもう缶を買って飲むとか。それもいいね。前のやつと後ろに入ってる、両方入ってるんだ。わあ、お寺だ。なんか映えだね、映え。どこだろう。まあ、適当に歩くか。写真台だ。あ、いいよ。ちょっと待って。奥座から東の方に行けばコピー通り。タイマーにしよう。なんか出てる。激アツだ。いいかな。もう一枚だけじゃ。ああ、電波悪いって、ちょっと急ごう。電波悪い。ここね、この通り電波悪いみたいだね。それでも合格してて。